ハッピーバースデー。あとはね、あのルイ・ヴィトンの香水買われるとこういうね、ちっちゃい、本当にちっちゃいね、何 cc だろうこれ、2cc か 3cc ぐらい、 2cc か 3cc ぐらいのサンプルですね。サンプルを2つか2つあのおまけでつけてくれます、うん、こういう感じで、もうそれ自体であのシュッシュとやれる香水ですね。で今回はね、あのローズとあの別の香りを2つ選んでつけてもらったんですけども、その香り自体もね、7種類の中から選ぶことができます。同じ買ったものと同じ香りのものを2つサンプルつけてもらって、で使う、持ち歩いて使うのでもいいですし、全く別の香り、うん、まあ、買うのはね、7個の中で一番気に入った香りだと思うんですけども、その他のね、2番目3番目とか、あのこれは欲しかったけど2番目だなみたいな、3番目だなみたいな感じの香りを選ぶのもありだと思います、うん、特にね、男性が行くときは一人で行ってね、一人で行って選んでも決めきれないとは思うんですよね、うん、なので、気になる女性にね、気になる女性にちょっと香水選びたいんだけど自分じゃ分からないから、ついてきて教えてくれないかと、うん、買うのは僕だから、意見いろいろね、この香りはいいや、いいねとかいろいろ教えてくださいっていうことで一緒についてきてもらうっていうのもありだと思います、うん、なのでね、でもしその場で買われる場合はこういうのがね、ついてくるんで、相手に選んでもらってその場でね、プレゼントするっていうのもね、ありだと思います、うん、まあね、喜んでいただけるとは思いますので、うん、ということで、ルイ・ヴィトンのね、香水ですねを買うと、サンプルもこういうね、ちっちゃいサンプル2個ついてくるので、それも香りが選べますので、よかったら試しに見に行ってみてはいかがでしょうかということですね、うん、ということで今度こそ最後ですね、ルイ・ヴィトンの、うん、ルイ・ヴィトンの香水買ってきたよって話でした。以上です。はい、どうも、今日も見てくれてありがとう。今日の動画いいなと思ったらグッド評価お願いします。ダメだなと思ったらバッド評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ここをね、ポチッとね、うん、そして関連動画の方もね、ありますんで、よかったらご覧ください、うん、何かやってほしいことがあったり言いたいことがあれば、ぜひね、コメント欄の方からコメントしていただけるととっても嬉しいです。ということで、ぜひまた次のね、動画もね、楽しみにしてください。ということで、またねー。